無料オーディオブック。学問のすすめ。福沢諭吉。16編。手近く独立を守ること。不規独立の語りは、近来、世間の話にも聞くところなれども。世の中の話には、ずいぶん間違いもあるものゆえ、命名にて、よく、その主意をわきまえざるべからず。独立に二様な別あり、一は有形なり。 一は無形なりなお手近く言えば品物につきての独立と精神につきての独立と二様に区別あるなり品物につきての独立とは世間の人が命々に信頼を持ち命々に家業を務めて他人の世話厄介にならぬよう一心一家内の始末をすることにて一口に申せば人に物をもらわぬという儀なり 有形の独立は右のごとく目にも見えて便じやすけれども無形の精神の独立に至りてはその意味深くその関係広くして独立の義に縁な器用に思われることにもこの周囲を損してこれを誤る者甚だを押しいじながら左にその一箇所を取り入ってこれを述べん一杯人酒を飲み3杯酒 人を飲むということわざあり。今、このことわざを解けば、酒を好むの欲をもって、人の本心を制し、本心をして、独立をえせしめずという儀なり。教諭の人々の行情を見るに、本心を制する者は酒のみならず。戦場万体の事物ありて、本心の独立を、妨ぐること花だを押し。この着物にふにあいなりと、手貨の羽織を作り、 この衣装に、不相当なりと、手かのタバコ入れを買い。衣服すでに備われば、屋宅の狂気も不自由となり。野卓の不審初めて落成すれば、宴席を開け飾るもまた不都合なり。うなぎ飯は、西洋料理の売借となり、西洋料理は、金の時計の手引きとなり。これより彼に移り、一より十に進み、一心また一心、だんだん限りあることなし。 この面向きを見れば、一家のうちには、主人な気がごとく、一心のうちには精神な気がごとく。物よく人をしてものを求めしめ、主人は、品物の支配を受けて、これに奴隷しせられるものというべし。なお、これより甚だしきものあり。前の例は、品物の支配を熟るものなりといえども、その品物は直のものなれば。一心一家のうちにて、 奴隷の教会に居るまでのことなれども、ここに、また、他人のものに、使役せられるの例あり。かの人が、この洋服を作りたるゆえ、我もこれを作るといい。隣に2階の家を建て、たるが、ゆえに、我は、3階を剣釣るといい、ホ有の品物は、我が買い物の見本となり。同僚の噂話は、我が注文書の原稿となり。 色の黒き台の男が伏しくれたちたるその指に金の指輪は血と不似合いと自分も心に知りながらこれも西洋人の風なりとて無理に両剣を取り直して銭を奮発しごく厚の番形翌後には浴衣に内輪と思えども西洋人のまねなれば我慢を張り手つつ袖に汗を流しひたすら 他人の交渉に同じからんことを心配するのみ。他人の交渉に同住するは、なおかつ許すべし。その笑うべきな極度に至りては、他人のものを誤り認め。隣の彩君が、お召しちりめんに、純金のかんざしをと聞き来て、大いに心を悩まし。急にわが元注文して、後によくよく吟味すれば、兄貴欄や、 林家の品は、面ちり面にメッキなりしとぞ。核のごときは、すなわち、我が本心を支配する者は、自分のものに、あらずま、た他人のものにもあらず。煙のごとき、夢中の妄想に生せられて、一心一家の世帯は、妄想の往来に、任ずる者というべし。精神独立のありさまとは、多少の距離あるべし。その距離の遠近は、 命名にて測量すべきものなり、かかる夢中の世あたりに心を浪し、身を益し、一年千円の歳入も、一月百円の月給も、使い果たしてその後を見ず、不幸にして、加算歳入の道を失うか、または月給の縁に離れ,れることあれば、気抜けのごとく、まぬけのごとく、家に残るものは、無用の像を持つ。 身に残るものは、斜視な習慣のみ。哀れというも、なお愚かならずや。三王、立てるは、一心の独立を求むるのもといなりとて心身を老しながら、その加算を処置するの際に。かえって、加算のために制せられて、独立の精神を失い尽くすとは。まさにこれを求むるのすべをもって、これを失うものなり。夜,夜からあえて、 主戦度の行情をた,たえ誉れするに、あらざれども、ただ、ゼニを持ち得るの方を工夫し、ゼニを制してゼニに制せられず、豪も、精神の独立を害することなからんを欲するのみ、信じた働きと相当すべきの論、議論と実行と二つながら、そのよろしきを得ざるべからずとのことは、あまねく、人の言うところなれども、この言うところなるものもまた、 ただ議論となるのみにして。これを実地に行う者、は,なはだ少なし。そもそも、議論とは、心に思うところを言に発し、書に記すものなり。あるいは未だ、言と書に発せざれば、これを、その人の真実といい、または、その人の志という。ゆえに、議論は、外物に縁なきものというもかなり。 筆うちに損するものなり、自由なるものなり、制限なきものなり。実業とは、心に思うところを、外に、表し、外物に接して、処置を施すことなり。ゆえに、実業には、必ず、制限なきを得ず、外物に制せられて、自由なるを得ざるものなり。個人が、この療養を区別するには、あるいは言と行といい、 あるいは志と、こうと言えり。また、今日俗観にていうところの説と働きなるものも、すなわちこれなり。現行祖語するとは、議論に言うところと、実地に行うところと一様ならずということなり。こうに、浜、ま、しめて、志に職間しめずとは、実地の仕事次第によりてこそ、ものをも後を追うべけれ。 その心に何と思うとも、形もなき、人の真事を場しをすべからずとのぎなり。また、俗観に、何がしの説はともかくも、元来働きのなき、人物なりと、でこれを軽蔑することあり。いずれも、議論と実業と相当せざるを、とがめたるものならん。されば、この議論と実業とは、寸分もうそ,そごせざる、よう正しく平均せざるべからざるものなり。今、 諸学の人の了解に便なら、紙面がため、人の信じた働きという二号を用いて、その互いにそう助けて、平均を成し、持って、人間の益病を致すゆえんと、この平均を失うよりして生ずるところの弊害を論ずること左のごとし。第一、人の働きには、代償形銃の別あり。芝居も人の働きなり、学問も人の働きなり、 人力車を引くも蒸気船を運用するも、桑を取り手農業するも、筆をふるいて著述するも、等しく人の働きなれども、役者たるを好まずして、学者たるを務め、車引きの仲間に入らずして、航海のすべを学び、百姓の仕事を不満足なりとして、著書の語を二十字するがごときは、働きの代償計重を弁別し、 継承を捨てて重大に従う者なり人間の美事というべししかり思考してそのこれを弁別せしむる者は何ぞや本人の心なりまた志なりかかる心志ある人を名付けて心事交渉なる人物というゆえにいわく人の心事は交渉ならざるべからず心事交渉ならざれば 働きもまたななるを得ざるをざり第二人の働きはその難易に関わらずして用をなすの大なるものと小なるものとあり以後将棋等の技芸も安きことにあらずこれらの技芸を研究して工夫をめぐらすの敵は天文地理機械数学等の所見に異ならずといえどもその用をなすの大小に至りては元より 同日の論にあらず。今、この有用無用を明察して、有用の方に慈しむる者は、すなわち、真事の明らかなる人物なり。ゆえに、いわく、真事明らかならざれば、人の働きをして、いたずらに労して、こうなからしむることあり。第三、人の働きには、規則なかるべからず。その働きをなすに、 場所と自節とを察せざるべからず例えば道徳の説法はありがたきものなれども円楽の最中に突然とこれを歌うればいたずらに人のあざけり劣るに足るのみ書生の激論も時には面白からざるにあらずといえども親戚次女子団座の席にこれを聞けば発狂人と言わざるを得ず。 この場所柄と時節柄とを弁別して、規則荒らしむるは、すなわち、真珠の明らかなるものなり。人の働きのみ活発にして、明智なきは、蒸気に機間な気がごとく、船に火事な気がごとし。ただに液をなさざるのみならず、かえって害をいたすことをし。第四。前の上場は、人に働きありて、真珠の不行届きなる弊害なれども、 今これに反し。真珠のみ交渉延大にして、事実の働きなきも、また、甚だ不都合なるものなり。真珠交代にして、働きに、乏しき者は、常に不平を抱かざるを得ず。世間のありさまを通乱して、仕事を求むるにあたり。己が手にかなうことは、しっかり己が、真珠より以下のことなれば、これに従事するを好まず。さりとて、 己が、真事を、たくまし終戦とするには、皆働きに乏しくして、ことにあたるべからず。ここにおいてか、その罪を己れに責めずして、他を咎め、あるいは、時に合わずといい。あるいは、天命至らずといい。あたかも、天地の間になすべき仕事なきもののごとくに思い込み。ただ退きて、ひそかに反問するのみ。口に喧嘩を発し、面に、 不平を表し、皆へ皆敵のごとく、天下皆不親切なるがごとし。その真珠を形容すれば、かつて人に金を貸さずして、返金の遅きを恨む者というもかなり。受者は、己れを知る者なきを憂い、所生は、己れを、助くる者なきを憂い、役人は、立身の手がかりなきを憂い。長人は、商売の繁盛せざるを憂い、廃藩の氏族は、 日役の道なきを憂い飛躍の家族は己れを敬する者なきを憂い超くれ憂いありて楽あることなし今日世間にこの類の不平甚だ大きいおしゆその証しを縁と欲せば日常交際の間によく人の顔色をうかがい見て知るべし言語要望活発にして胸中の快楽外にあふれる,るがごと記者は 世上に、その人、花肌まれなるべし。与やからの実験にては、常に人のうれうるを見て喜ぶを見ず。その面を釈用したら、馬不幸の見舞いなどに、至極よろしからんと思われる者こそたけれ。気の毒千万なるありさまならずや。もし、これらの人をして、おのおの、その働きの無限について、勤むることをあらしめなば。おのずから、 活発維持の落地を得て、次第に、事業の進歩をなし。ついには、信じた働きと総平均するの場合にも至るべきはずなるに、かつてここに心づかず。働きの意は1により、信じの意は10にとどまり、1にいて10を望み、10にいて100を求め。これを求めて得ずして、いたずらに憂いを買うものというべし。これを例えば、石の地蔵に、 の魂を入れたるが如く中部の患者に神経の鋭病を増したるがごとしその不平不如意は推して知るべきなりまた神事交渉にして働きに乏しき者は人に厭われて孤立することあり己が働きと他人の働きとを比較すれば元より及ぶべきにあらざれども己が神事をもって他の働きを見れば これに満足すべからずして、おのずから、ひそかに、軽蔑の念なきを得ず。みだりに人を軽蔑する者は、必ずまた、人の軽蔑を免れるべからず。互いに総不平を抱き、互いに総蔑視して、ついには、変人器物のあざけりを取り。世間に、弱いすべからざるに至る者なり。教諭のありさまを、見るにあるいは傲慢不尊にして。 人に厭われるものあり。あるいは、人に勝つことを欲して人に厭われるものあり。あるいは、人に他を求めて、人に厭われるものあり。あるいは、人を誹謗して、人に厭われるものあり。いずれも、皆人に対して比較するところを失い、己が、高尚なる真摯をもって、標的となし。これに照らすに、他の働きをもってして、その際に、 高骨たる想像を作り、もって人にいとわるるの橋を開き、ついに自ら人を避けて、独歩孤立の苦害に陥るものなり、試みに次ぐ後進の少年やから人の仕事を見て心に不満足なりと思わば、自らそのことを取り入ってこれを試みむべし、人の商売を見てつたななりと思わば、自ら。 その商売にあたりてこれを試みむべし。林家の世帯を見て、太り締まりと思わば、自らこれを直に試みむべし。人の著書を表せんと欲せば、自ら筆を取りて、書を表すべし。学者を表せんと欲せば、学者たるべし。医者を表せんと欲せば、医者たるべし。次第のことより、至り細のことに至るまで、他人の働きに、 くちばしをいれんとほっせば、試みに、身を、その働きの地位に起きて、身自ら帰り見みざるべからず、あるいは、職業の、全く性異なるものあらば、よく、その働きの難易形状をはかり、衣類の仕事にても、ただ、働きと働きと思って、自家の比較をなさばおうなる、誤り、なかるべし。17編、人望論。 十人の見るところ、百人の指さすところにて、何がしは確かなる人なり、頼もしき人物なり、この始末を託しても、必ず間違いなからん。この仕事を任しても、必ず成就することならんと。あらかじめ、その人柄をあてにして、世上一般より望みをかけられる人を称して、人望を得る人物という。およそ、人間世界に、 人望の大小慶獣は、あれども、仮初めにも、人に当てにせられる人にあらざれば、何のようにも立たぬものなり、その小なるを言えば、十銭の銭を持たせて、町づかいに、やる、者も、十銭だけの人望ありて、十銭だけは、人に当てにせられる人物なり、十銭より一円、一円より千円、万円、ついには、 幾百万円の元金を集めたる銀行の支配人となり、または一夫一姓の長官となりで、ただに金銭を預かるのみならず、人民の貧富便を預かり、その貧富を預かり、その永軸をも預かることあるものなれば、かかる退任にあたるものは、必ず、平然より人望を得て、人に当てにせられる人にあらざれば、とても事をなすことはかないがたし。 人を当てにせざるはその人を疑えばなり人を疑えば再現もあらず目付に目をつけるがために目付を置き観察を観察するがために観察を命じ結局何の取り締まりにもならずしていたずらに人の気配を損じたるの気団は古今にその霊花々を押しまた三井大丸の品は小札にて 大丈夫なりとてしながらをも改めずしてこれを買い。馬金の作なれば必ず面白しとて、表題ばかりを聞きて注文するものをし。ゆえに、三井、大丸の店はますます繁盛し、馬金の著書はますます流行して。商売にも著述にも、はなはだ、都合よきことあり。人望を得るの、大切なることもって知るべし。十六巻目の力量あるものへ。 16巻目のものを負わせ、1000円の信頼あるものへ、1000円の金を貸すべしというときは、人望も英明も無用に属し、ただ実物をあてにして事をなすべきようなれども、世の中の人事は、各官位にして、淡白なるものにあらず、10巻目の力量なきものもざして、数百万巻のものを動かすべし、1000円の信頼なきものも、数十万の金を運用すべし。 試みに、今、符号の聞こえある商人の帳場に飛び込み、一時に、所長面の生産をなさば。出入差し引きして、幾百幾千円の不足するものあらん。この不足は、すなわち、信頼の零点より以下の不足なるゆえ、無一銭の小記に劣ること幾百幾千なれども。世人のこれを、見ること小敷のごとくせざる派なんぞや。他なし、 この商人に人に望あればなりされば人望はもとより力量によりてうべきものにあらずまた信頼の富豪なるのみによりてうべきものにもあらずただその人の活発なる最地の働きと正直なる本心の特技と思って次第に積んでうべきものなり人望は知徳に属すること当然の道理にして必ずしかるべきはずなれども 天下古今の事実においてあるいはその反対を見ること少なからず。野文社が玄関を広大にして盛んに流行し、売薬師が看板を金にして大いに売り広め。山市の帳場に空虚なる金箱を据え、学者の書斎に読めぬ現象を飾り。人力車中に新聞紙を読みて宅に帰り手ごすいを催すものあり。日曜日の午後に礼拝堂に泣きて、 月曜日の朝に夫婦喧嘩するものあり、とうとうたる天下真偽雑白、善悪混同。いずれを是とし、いずれを非とすべきや、甚だしきに至りては、人望の属する、を見て、本人のふさとし不徳を墓すべきものなきにあらず。ここにおいてか、やや、見識高き主君氏は、世間に栄誉を求めず、あるいは、これを、浮世のき名なりとして。 ことさらにひくるものあるもまた無理ならぬことなり。主君子の心がけにおいて称すべき一箇条というべし。しか、理といえども、およそ、世の事物につき、その極度の一方のみを論ずれば、弊害あらざるものなし。かの主君子が、世間の栄誉を求め、ざるは、大いに称すべきに似たれども。そのこれを求むると求めざるとを決するの前に、まず、 栄誉の性質をつまびらかにせざるべからず。その栄誉なるもの果たして虚名の極度にして、医者の玄関、売役の看板のごとくならば。もとよりこれを遠ざけ、これを引くべ、気は、論を待たずといえども。また、一方より見れば、社会の人事は、失会虚をもってなるものにあらず。人の知徳はなお花樹のごとく、その栄誉人望はなお花のごとし。 花樹を培養して花を開くに、なんぞ、ことさらにこれをひくることをせんや。栄誉の性質をつまびらかにせずして、害してこれを投機せんとするは、花を払いて、樹木の所在を隠すなごとし。これを隠して、その紅葉を増すにあらず、あたかも生き物を使用するに異ならず。世間のためを、はかり、て不便利の大なるものというべし。しから、すなわち、 栄人望はこれを求むべきものかいわくしかり勤めてこれを求めざるべからずただこれを求むるに当たり手分に適すること禁用なるのみ心身の働きをもって世間の人望を収むむるは米をはかりて人に渡すがごとしマストリのみなるものは一都の米を一都三合にはかり出しそのつたななるものは 九章七五に測り込むことあり、与野からのいわゆる分に適するとは、測り出しもなく、また測り込みもなく、まさに、一途の米を一途に測ることなり。マス取リには、公説あるも、これによりて生ずるところの差は、わずかに内外の二十三分なれども、最徳の働きをマス取りするに、至りては、その差、決して三分にとどまるべからず。みなるは、 賞味の二倍三倍にも測り出し、つタナナるは半分にも測り込むものあらん。この測り出しの法外なるものは、世間に法外なる妨げをなして、もとより憎むべきなれども。しばらくこれを置き、今、ここには、賞味の働きを測り込む人のために、少しくろんずるところあらんとす。孔子の曰く、君子は、人のキレを知らざるを憂えず、人を知らざるを憂うと。 この教えは、当時世間に流行する弊害を多面として述べたルゲンならんといえども、後世無機無力の婦女は、この言葉をまともに受けて、引っ込み思案にのみ心を凝らし、その悪兵ようやく増長して、ついには、器物変人、無言無情、笑うことも知らず、泣くことも、知らざる気の切れのごとき男を、あがめて、奥ゆかしき先生なぞと称するに至りしは、 人間世界の一祈団なり今この癒し気習俗を脱して活発なる教会に入り多くの事物に接し広く世人に交わり人をも知りきれをも知られ一心に持ち前賞味の働きをたくましゅうして自分のためにしかねて世のためにせんとするには第一言語を学ばざるべからず文字に記して意を通ずる派 もとより有力なるものにして。文通または、叙述等の心がけも、なおざりにすべからざるはむろんなれども、近く人に接して。直ちに我が思うところを人に知らしむるには、言葉の他に有力なるものなし。ゆえに、言葉は、なるたけ流暢にして活発ならざるべからず。近来、世上に、演説会の儲けあり。この演説にて、 有益なる事柄を聞くは、もとより利益なれども、このほかに、言葉の流暢活発を得るの利益は、演説者も弔問者も、共にするところなり、また、日不便なる人の言を聞くに、その言葉の数、甚だ少なくして、いかにも不自由なるがごとし。例えば、学校の教師が役所の講義などするときに、丸木推奨の玉とあれば。 わかりきったることと思うゆえか、少しも弁解をなさず、ただ難しき顔をして、子供をにらみつけ。丸木水晶の玉と、言うばかりなれども、もし、この教師が言葉にとみて、言い回しのよき人物にして。塩基とは、角の取れて団子のようなということ。水晶とは、山から掘り出すガラスのようなもので、公衆などからいくらも出ます。 この水晶でこしらえたゴロゴロする団子のような玉と解き聞かせたらば、夫人にも子供にも腹の底からよくわかるべきはずなるに、用いて不自由なき言葉をモチーして不自由するわ。筆胸演説を学ばざるの罪なり。あるいは、書生が日本の言語は不便利にして、文章も演説もできぬゆえ、英語を使い英文を用い得るなぞと。 どれにも足らぬ馬鹿げを言うものあり。案ずるに、この書生は、日本に生まれて、いまだ、十分に日本語を用いたることなき、男ならん。国の言葉は、その国に、事物の半対なる割合について、次第に増加し、豪も不自由なきはずのものなり。何は、さておき、今の日本人は、今の日本語を巧みに用いて、弁絶の上達せんことを務むべきなり。 第二。顔色要望を心よくして、一見、直ちに人に厭とわれることなきを要す。肩をそびやかしてへつらい笑い、高原霊色。太鼓持ちの媚びを剣持ずるがごとくするは、もとより伊藤べしといえども。にがむしをかみつぶして、熊の胃をすすりたるがごとく。もだして褒め、られて笑いて損をしたるがごとく。追いし共通を売れうるがごとく。生涯父母のもに。 いるるがくなもまた顔色要望の活発愉快なるは人の特技の一家剰にして人間交際において最も大切なるものなり人の顔色はなお家の門戸のごとし広く人に交わりて客来を自由にせんにはまず門戸を開きて入り口を再送しとにかくに寄りつきを良くするこそ金曜なれしかるに今 人に交わらんとして顔色をあするに意を用いざるのみならずかえって偽君子を学んでことさらにしぶき風を示すはどの入り口に骸骨をぶら下げて門の前に棺桶を安置するがごとし誰かこれに近づくものあらんや世界中にフランスを文明の源といい知識分布の中心と称するもそのゆえんを広塗れば 国民の挙動を常に活発気軽にして、言語要望ともに親しむべく近づくべきの気風あるをもって、原因の一過条となせり。人あるいは言わん。言語、要望は、人々の天性に損するものなれば、努めて、これをいかんともすべからず。これを論ずるも詰まるところは、無益に食するのみと。この言あるいは、ゼナルガとくなども、人知発のを考えなば、 その当たらざるを知るべし。およそ人心の働き、これを進めて進まざるものあることなし。その趣は、人心の手足をえきして、その筋を強くするに異ならず。されば、言語、要望も、人の心身の働きなれば、これを放却して、上達するのりあるべからず。しかるに、古来、日本国中の習慣において、 この大切なる心身の働きを捨てて帰り見る者なきは、大なる心得違いにあらずや、ゆえに、与やからの望むところは、改めて、今日より、言語要望の学問というにはあらざれども、この働きを、人の特技の一過剰としてなおざりにすることなく、常に心にとどめて、忘れざらんことを欲するのみ。ある流人また、いわく、 要望を快くするとは、票を飾ることなり。票を飾るをもって、人間交際の用途となすときは、ただに要望顔色のみならず、衣服も飾り、飲食も飾り。気にかなわぬ客をも招待して、身分不相応の地層するなぞ、まったく、虚食をもって、人に交わるのへやらんと。この言もまた、一理あるがごとくなれども、虚食は、交際のへいにして、 その本にあらず自物の弊害はややもすればその本職に反対するものをし過ぎたる罠を及ばざるがごとしとはすなわち弊害と本色とそう反対するを評したる語りなり例えば食物の要は身体を養うにありといえどもこれを過食すればかえってその栄養を害するがごとし栄養は食物の本職なり 過食はその弊害なり。弊害と本色とそう反対するものというべし。されば、人間交際のようもやわして、新卒なるにあるのみ。その虚食に流れ、ルル、ものは、決して、交際の本色にあらず。およそ、世の中に、夫婦親子より親しきものはあらず、これを、天下のイタリオと称す。思考して、このイタリオの間を支配するは、 何なるや、ただはして、新卒なる単身あるのみ。表面の虚飾を退け、また、これを払い、これをしりぞそうし尽くして。初めて、イタリオやの損するものを見るべし。から、ばすなわち、交際の親睦は、新卒のうちに損して、虚飾と並び立つべからざる者なり。親からもとより、今の人民に向かいて、その交際、 親子夫婦のごとくならんことを望むにあらざれども。ただ、その赴くべきの方向を示すのみ。今日俗感の言に人を評して、あの人は気軽な人といい、気の置けな人といい、遠慮なき人といい。さっぱりした人といい、男らしき人といい、あるいは多言なれども、ほどのよき人といい。想像しけれども、肉からぬ人といい、無言なれども、親切りらしき人といい。 怖いようなれどもあっさりした人というがごときは、あたかも、家族交際のありさまを表し出して、わして新卒なるを称したるものなり。第三。道同じからざれば、そう共に図らずと。世人また、この教えを誤解して、学者は、学者、医者は、医者、少しく、その後をおことにすれば、そう近づくことなし。同軸同動の懇意にても、 塾をすだちしたるあとに、一人が町人となり、一人が役人となれば、千里隔絶。五越の勘をなす者、なきにあらず。花だしき無分別なり。人に交わらんとするには、ただに旧友を忘れざるのみならず、かねてまた新友を求めざるべからず。人類を接せざれば、互いにその意を尽くすことあたわず。意を尽くすことあたわざれば、 その人物を知るによしなし。試みに思え、世間の主君し、一旦の偶然に人に会うて、生涯の親友たるものあるにあらずや、十人に会うて、一人の偶然に当たれば、二十人に接して、二人の偶然をうべし。人を知り、人に、チラルルの始め言は、多くこの辺にありて損するものなり。人望英明謎の話はしばらく起き、今日、 世間に、磁気放遊の王妃は、差し向きの便利にあらずや。千年、宮の私に同棲したる人を、今日、銀座の往来に見かけて、双方図らず、便利を得ることあり。今年出入りの八百屋が、来年奥州街道の旗小屋にて、腹痛の解放してくれることもあらん。人類王子といえども、鬼にもあらず、じゃにもあらず。 ことさらに我を外線とする悪敵は亡き者なり。恐れはばかるところなく、真事を丸出しにして、さっさと応接すべし。ゆえに、交わりを広くするの要は、この真事を、なるたけたくさんにして、多芸多能一色に変せず。様々な方向によりて、人に接するにあり。あるいは、学問をもって接し、あるいは、商売によりて交わり、 あるいは、諸賀のともあり。あるいは、語、将棋の相手あり、およそ、勇夜宝刀の悪事に、あらざるより異常なことなれば。友を介するの、方便たらざるものなし。あるいは、極めて芸能なき者ならば、共に会食するもよし、茶を飲むもよし。なおおりて、筋骨の丈夫なる者は腕をし、枕引き、足相もも、一石の卿として、 交際の一助たるべし。腕押しと学問とは、道同じからずして、そう共に計るべからざるようなれども、世界の土地は広く。人間の交際はンタにして、三。美の船が、生中に実月を消えするとは、少しく趣きよことにするものなり。人にして人を毛嫌いするなかれ。終わり。